まして隔週でお届けしています防災一口メモのコーナーです。このコーナーは防災について身近なところから考えていこうということで、毎回さまざまなテーマでお送りしています。さて今回スタジオにお越しいただきましたのは坂井市危機管理室より笠井武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと台風がこれから心配ですね。そうですね、あの明日明後日ぐらいが、まあ、ちょっと接近、一番接近するのかなと思いますけど、はいはい、皆さんね、十分あの気象情報をチェックしていただきながら注意してもらいたいんですけれども、まあ、今回はまあそういったこれ台風シーズンもそうですし、もう水害などいろいろな災害に備えてということで、実際に訓練が行われた話題なんですよね。あ、そうですね、はい、以前あのハザードマップという話がありましたけれども。そうですね、あの6月11日の放送の時にちょっとお話させていただいたんですけど、はい、吉島で、はい、土砂災害のハザードマップを使って6月15日と22日、はい、合わせて合計3回あの図上訓練をやりました。はいはい、この3回っていうのはいろんな場所でやったんですか？そうですね、あの吉島というと、はい、あのその中で大きく言うと3カ所地区があって、各地区で、まあ、15日に2回、はい、22日に1回、はい、合計3回で、土壌訓練をやりました。はい、じゃあもう島の人もたくさん参加されましたか？そうですね、まあ、各地区20人から30人ぐらいが参加してくれて、はい、訓練をやりましたね。はい、私の勝手なこう想像から言うと、吉島っていうのは島なので、はいはい、島と考えたらどこも大体こう同じなのかなっていう気をつけることとかっていうイメージがあるんですけれども。そうですね、まあ、あまり大きくない島なんですけど、はい、ちょっとあの先日のハザードマップを、はい、吉島のお見せします。ハザードマップですね、こちらスタジオにお持ちいただいていますが、ここにピンクの付箋を貼ってますけど、はい、3地区あるんです、はい、塩浜地区、穴部地区、浦城地区って、はい、でこの3地区で、まあ、いろいろ小さい島なんですけど特徴があって、はい、この塩浜というのは割とその土砂災害の危険とか全然なくて、平成16年の水害の時にこの下側のところが水害にあって、はい、避難するとしたらここの人たちがここの避難所に避難するというような話に、はい、なったんです。はい、でこの穴部地区というのは、はい、海にはとは面してないんですけど、はい、元の小学校の下のところ、ここ土砂災害の危険箇所があるんです。はい、でここの人たちが避難しなければいけないというところがあったんですけど、このルートから行くと、あのここの避難所、はい、塩浜の避難所まで避難するという、はい、一応ルートは書いたんですけど、そこまでちょっと遠いという話にはなったんです。で、そこの 地域の中で、その中の話で出たのが、例えばこの辺の地域の人は土砂災害の危険がないんです。はい、だから、ここら辺の人が、この土砂災害の危険がある人は、はい、うち来ないよという話になって、うん、だから別に避難所まで行かんでも、その一晩ここでうちでおったらええやないというような話になって、はい、その地区ではそういう話にまとまった。なるほど。うん、だからやっぱりそういう話を実際にすることで、はい、その場でどこに避難したらいいかという話ができたという話になりました。そうですね、うん、同じ地区でもやっぱり違いますよね。そう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 、だからそういう形で、はい、まあ、どこに そのどういう形で避難するかいうのも考えてもらえる、はい、でここになるとね、ものすごくなんか浦城地区ってここがもう全然危ない地区なんですよ。だから道がこう避難する道も土砂災害があったらもうその段階で避難路がなくなってしまうんです、はい、ですから早めにもう例えば今回のように台風が接近してきてますという話になった時に、早めに車でとりあえず一時避難場所を決めとるのが旧の小学校一時避難場所で、そこに集まろうという話になりました。ですから早い段階で避難をするというのをみんなが共通認識を持ってくれたというところがあります。このハザードマップの方では、すでに地図の方に土砂災害の警戒区域を黄色で書いていて、そうですね、はい、特別警戒区域が赤で書いているんですね。で、まあ、この図上だけではなくて、もうその皆さんの住んでいる環境とかに合わせて、もっと具体的に話を、はい、そうです、やっぱりみんなで集まって話すからこそ出てきた意見ですよね。そうなんですよ、だから僕らが行政だけがここに避難してください言って、はい、
主団員が見つかるというのが、うん、やってみてよく分かりました、はい、そうですね、うん、なかなかその行政の方で誰それ産地に避難してくださいって言うこと言えないですからね。それはやっぱり指定避難所である、例えばここであるで、ね、あの開発総合センターに避難してくださいという形になるけど、はい、でそこはやっぱり遠いとか、はい、やっぱ一人やったら寂しいとかいうのがあるじゃないですか、はい、それやったら近所の人で、はい、そのいつも会う人がうちに会うのが一晩来たらええやないというような話になったら、その避難所、避難、一日の避難生活としても楽しく話ができながら避難できるという形になるので、はい、それって大事やなと思いました、はい、またそういう話が事前にできていたら、いざという時にもうその安全な地区の方が、あ、そろそろ農宅、ね、あの声かけられたらいいかなとかね、そういった地域の絆も深まりそうですよね。そうですね、はい、なるほど。じゃ今回は湯島の3カ所でやりました、はい、ということで、でも本当にあのそうやってこれからの時期ですけれども、はい、ちょうど夏休みですので、お子さんがそうです、ね、はい、ハザードマップを持って勉強するという機会に、家族で一緒で、はい、あの自由研究としてやってくれて、自分の町の特徴とかを知ってもらうことも大切かな、うん、そうですね、はい、近くに住んでお友達とかと一緒に話し合ったりするのもいいかもしれないですね、はい、そうですね、で今回ですね、あの、はい、以前出てもらった警察の方にもね、はい、一緒にあのでその吉島の発祥の人と、はい、あともう一つはあの以前出てくれた土橋さんにもおいでいただいて、はい、その警察の目線で見る防災とか、はい、その詐欺 の、はい、あの振り込め詐欺のような注意を、はい、こんな注意をしてくださいというような話も交えて、警察と一緒にやったりとか、はい、であと消防団 の、 あの、まあ、結局その近くにもし火事があった場合、消火栓から直接ホースを引いて、はい、あの接続して消火するというような訓練をするために、はい、ホースの結合訓練もとか合わせて、はい、まあ、一緒にやって、それとあと炊き出しもしていただいてというような、はい、まあ、あのメニュー的には多かったんですけど、この地域の人たちが参加していただいて、はい、まあ、警察とかも含めて楽しい訓練になりましたけど、はい、なかなかね、その都度今回の警察ですとか消防ですけど大変ですが、いろいろこうまとめてすると内容も濃くていいですよね、はい、あのこういったあの訓練なんですけれども、まあ、その他の地域の方も図上訓練したいという方が、はい、そういった要望も、そうですね、その地域とかで、あの、はい、集まっていただけるのであればですね、はい、あの日程調整さえできれば伺うことは可能です、はい、ぜひね、あのいざという時のなる前に皆さんにそういったこう交流も深めつつ、事前の知識というのを